震災はおそらく後から見たら日本の宗教の歴史の中でものすごい大きな出来事じゃないかなっていう気がするんですね。やっぱり宗教に関わるなんていうか世界がもうこれですっかり変わってしまうような出来事かもしれないというふうに思っています。まあ、何百年に一回の災害に対してね、お寺さんがどういう対応を取ったかということがね、結局はそれがその仏教徒としてその授かっているもののその本来のね信仰のあり方を問われている問題だと思うのね。To explain Buddhism, yes, with words, it's impossible. ということは生まれたっていうことは必ず死ぬっていうこと。例えばよく言われていることですけれど、悲しみはこう人に話すと半分になったり、喜びはこう倍になったりとか言いますよね。なんて言うんでしょう、安心してきたっていうのは全く嘘で、本当にまだまだなお大変、今まで以上になんて言うんですかね、苦しんでいらっしゃるようですね。Thank you.